皆さん、こんにちは。こんにちは。長屋の大須から超絶元気発信、オスオスアイドルの OSU です。はい、OSU の黄緑色担当、アミーゴこと夏川亜美と。はい、OSU のひまわり色担当、ゆうなこと、小夏ゆうなです。そして、ブロッチの柳沢です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、はい、前回はですね、はい、実際に私たち一人ずつ、はい、大沢さんと対決しまして、はいね、見事、はい、2人とも勝利しました、ね、しました。素晴らしいです。上達が見られました。あ、本当ですか。いい感じでした。ありがとうございます、はい。まあね、それを踏まえて、はい、大沢先生からね、一応合格という言葉をいただきました。いただいたわけですが、はい、これに行ってもいいよと、はい、ということでございます。これにこれでかい。これ一回見ましたよね、前。一回見ました。この十三の場がちょ、はい、登場した時に、はい、はい、あ、後々こうなるよ、はい、っていうのは、そう、後々こうなるといったやつが来ました。ついに今来たっていう。今来ました。です、ね、いや、大きいですけど、はい、逆に十三の場が小さく見えますね。ああ、そうですね。それはいいですね。逆にこっちが登場した時は、はい、なんか ここ、え、これでやるのみたいな感じだったんですけど、もう今こっち見ちゃうと、なんか小規模に見えます。はいはいはい、あ、それはいいですね。っていうのと、こちらもだからできる気がしてるっていう部分もだからあるんだと思うんですよね。だから多少ね、多少でもちょっと、はい、果たしてこれ終わるのかって、はい、そうですね、終わる、はい、思います。で、あとですね、9ロマンから10万ロマンに行った時に、なんか布石っていうのが、はい、ね、今まで以上に大事になってきますよというのがあったんですけど、これがもうね、布石がかなり長くなりますよね。布石が今まで以上にっていうか、うん、はい、かなり最初の何もないところでどうやって布陣していくのかっていうところが、そうですね、はいはい、今まではね、結構置いてったらすぐこう、はい、なんとなくこうできたと思うんですけど、うん、骨組みみたいなのが、はい、広いので、はい、どこからどう打っていったらいいかってちょっと不安ですね、うん、始める場所は基本今までと一緒です。はい、まずこの、ね、隅から、ね、点がありますけど、あとその後の布石もですね、いろんな、こう、なんでしょう、戦略があるんですよね。おー、はい、戦略、はい、なのでそれを、まあこう、なんでしょう、学んでいけば、なんとなくそれに従っていけばできちゃうっていうのもあるんで、思ってるよりは大変じゃないはずです。はい、大体多分もう何回かやっていったら、まあ、慣れてくるんじゃないかな思います。まずはやってみるってことですね。その通りです。はい、時間がめっちゃ今までよりもかかるんで、はい、361箇所あるんですね。361箇所、19箇所。でもその布石っていうのが分かると、持っているよりは全然大丈夫なはずです。はい、はい、まずはそこを学ぶところから。はい、はい、まあ、この企画というかね、このプロジェクト、一応その、まあ、最後大会に出るっていうのを目標にしてるわけですが、はいはい、大会に出るとやっぱ基本はこれでやることになるわけです。まあ、やっぱやるからには大会に、はい、難易度高い方欲しいということですし、てかもうこれがもうだからできたらもう達成なんです。おお、そうか、もうそこまで来てるんです、ね。そこまで来てるんです。びっくりしました。すごいとこまで来てるなってなってます、ね。結構もう進んでるんですね。そうですよ。はい。あとはだからこれでその布石の打ち方っていうところと、あとまあ最後のですね、終わる時がやっぱりまだどこが置ける場所あるのかなっていうのは、うん、はい、いつも結構迷うところだと思うんですけど、まだ迷いますね、はい、そこの練習がちょっと大事になってくるかなって思うんですけど、最後この広さで終われるか、はい、そう、最初と最後が大事になってくる、ね、大事、なるほど、はい、柳沢さんを信じて、はい、頑張ります。はい、頑張ります、はいはい、ということで次回からこちらの19ロマンを使って動画も上がっていくと思いますので、ぜひまた見てください。頑張ります。頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。